アイテム番号。SCP-1372。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。武装収容サイト、70は長期の軍事演習を目的としたウスパコム軍事施設を装って、島に設立しています。4隻のアーレイ、バーク級ミサイル駆逐艦、DDG、を ASC-70 に配備し、常に2隻以上ゾーン、1372、アルファ、下記参照、にて巡視させます。SCP-1372 の性質上、維持用を収容施設に移動させることはできません。その代わり、集中点は維持用と一般人との接触を最小限に抑えることができます。維持用から東 200km、南北 200km の範囲を確保し、これをゾーン、1372、アルファとします。同じ範囲の距離 5km、1km 圏内をそれぞれゾーン、1372、ブラボー、ゾーン、1372、チャーリーとします。衛星監視によりゾーン、1372、アルファ全体を常に監視することになっています。ゾーン、1372、アルファの境界線に船舶の接近が確認された場合、ACS-70 職員が無線により連絡を取ることになっています。オペレーターは士官を名乗り、相手船舶の軍事演習を行っているため、すぐさまにゾーン、1372、アルファから進路を変更するか脱出するよう勧告してください。相手が進路の変更を拒否、または無線連絡不能の場合、最も近い DDG の船員は船舶の進路を妨害し、塞いでください。ゾーン、1372、アルファに侵入した船員は確保し、クラス C 記憶処置を施し、最も近い島へ空輸することになっています。すべての SCP-1372、1は ACS-70 職員により即座に廃棄されることになっています。どのような状況でも SCP-1372、1がゾーン、1372、ブラボーから出ることは許されていません。船舶の場合はゾーン、1372、チャーリーの境界線を越えさせてはいけません。船員が SCP-1372 の影響を受けている船舶は遠距離より爆撃し沈没させてください。さらに、事案、1372、5以降、財団職員制御下を含む航空機をゾーン、1372、チャーリーに接近させることは禁じられています。財団職員は SCP-1372 の 200km 圏内の航空機、空港との連絡を維持し、航空管制官にウスパコム軍事基地近辺であること。頻繁に軍事演習を行っているために民間航空機に危険を与える可能性があることを勧告してください。200km 境界線に侵入した航空機に対しては即座に通信し、安全のために進路を変更するよう警告してください。警告を無視し、ゾーン、1372、アルファに侵入した航空機に対しては SH-60 ヘリコプターで妨害し、船舶の場合と同様に島へと着陸させてください。説明。SCP-1372 は星系、と、南緯、と、から、と、までの場所に位置しています。SCP-1372 を西から東へと航行している船舶に弊害はないが、性質実験により D クラスは6時間に及び強制的に西を向き、反転して戻りたいという強い衝動に駆られたと報告しています。実験後の測定で船舶がゾーン、1372、アルファ境界線を出る前に反転し SCP-1372 を横切ると、前述の継続的精神効果は観察されませんでした。船舶が東から西へと航行し SCP-1372 に接近すると、船で最も東にいる船員は地平線の果てを観察します。より接近すると、地平線の果てが船員の現宇地球の、端下、に見えるようになります。この効果はゾーン、1372、アルファ内ではどこからでも見れます。この段階では、端下、の認識とより接近してみようとする軽度の好奇心以外に精神的効果は見られません。さらに接近すると、端下、に対する認識が増加します。ゾーン、1372、V
ブラボー圏内では被験者は危険に気づいたり伝えられても進行を続けたいという軽度の衝動に駆られ、進路変更に対して抵抗します。この効果はゾーン、1372、チャーリー圏内でさらに顕著になり、離脱して被験者に対しあらゆる治療を試みても、被験者は船を建造または入手して SCP-1372 へと向かおうとします。未解明ですが、少数の被験者はこの効果に対して免疫があります。SCP-1372 を横切る船舶は全て視界から消えます。船舶が完全に横切ると GPS は突然切れます。船首が SCP-1372 を横切ると即座に、船舶が下るように下へと傾くと監視官は報告します。しかし、遠隔監視では同様の効果は現れません。SCP-1372 を横切った後に職員を回収できたことはなく、遠隔探針は正常に機能しません。SCP-1372 機を船舶で横切った時の性質はまだ完全に解明されていません。現在判明していることは全て SCP-1372-1 に関する分析、目撃報告による推論です。時折、SCP-1372 から反戦が浮上します。これらは全て SCP-1372-1 とします。反戦の帆はボロボロかなくなっていて、エンジンは実用できないほどに腐食しています。少なくても5つの事例では船舶の舵は故障しており、SCP-1372-1 の1隻では喫水船の下に大きな穴が発見されました。どのようにして反戦が航行しているのかは現在不明です。今日までに50隻を超える SCP-1372-1 が財団によって観測され、ない、隻は行方不明と報じられた、または以前 SCP-1372 を横切ったことのある船舶と一致しています。SCP-1372-1 に乗り込むとその全てで、削除済み、が収容されているのが発見されます。事案1372-15、SCP-1372-1 船内にいる存在との通信の試みは許されていません。不機。事案1372-35、船舶のみならず航空機に対しても SCP-1372 の影響が及ぶことが現在判明しています。従って収容手順を修正します。SCP-1372 上での飛行機による実験は許されなくなる可能性があります。高い速度と機動性を考慮すると、飛行可能な SCP-1372-1 が生成されることは非常に好ましくありません。以下は、編集済み、号の乗組員である FR の航海日誌より抜粋、スペイン語から翻訳。12.4 今日はやたら変な感覚を感じる。海はこれまでにないくらいに穏やかだ。だけど、進むべき航路に進んでいないような感じだ。備えはまだある。何も沈んでない。しかし、東ではなく、西へと航路を進めなければいけないという考えが振り払えない。思い当たる理由はない。貿易路も見つけていない。だからまだ誰かに相談しないでおこう。13.4 違和感を覚えているのは俺だけじゃないようだ。船長も俺と同じ感覚だと打ち明けたので、聞き回ってみるとかなりの数の船員が同じ感覚に陥っている。S が言うにはこれは前兆で、俺たちは地球の端へと近づいているんだそうだ。だが船長は船を走らせ続けろという。不機。日誌から推測するに、年4月12日に、編集済み、号とその乗組員は SCP-1372 を横切ったものと思われます。19.4 俺たちは小さな島へと接岸した。島には人が住んでいて、ありがたいことにとても友好的だ。その上、とてもすごい製図者たちだ。ここより東500リーグまでを記した地図があるのだが、不思議なことにその地図には西側には何も記されていない。この島の宗教的なタブーに違いない。おそらくは、彼らはこの島を神に最も近い土地だと考えているのだろう。俺たちはここに来たるまでに多くの奇妙なことを目撃したしね。何にせよ、島民たちは親しみやすく、俺たちの目的地へと続く地図を持っている。それに何と言っても多くの必需品がここにはある。
それなのになんでまだ西へと戻らなければならないと感じているんだ。22.4 今日、船長は反転を命じた。曰く、食料がダメになっているかもしれないそうだ。確かめるために下へ行ったが、すでにほとんどが投げ捨てられていた。別に心配することはない、皆以前は反転したいと思っていたのだから。23.4 今日の地平線は何かおかしい。ほとんど止まっているように見える。まだ西へと航行中。25.4 以前の島へと接岸している。州長は俺たちを待っていたかのようだ。船は今夜出航する。幸いなことに政府は俺たちに味方している。27.4 もし誰かこれを見つけたなら、ここより西には航行するな。結局、俺たちが馬鹿にしていたことは全て正しかった。世界は平らだ、俺はその橋を見た。船長は船員のほとんどと共に航海を続けた。俺と他に3人の船員は静止をするのを諦め、船のロングボートを盗み、残った船員の、臆病者、という叫び声を聞きながらできるだけ早くボートを漕げた。船は火事を切ることはなく、船長の機関は世界の端下へと落ちていった。神よ、彼らの魂に安らぎを。34、漕ぎ続けて、なんとか俺たちは島へと戻ることができた。残った船で次はどうすべきか決めるまで州長は俺たちの世話をしてくれた。25、驚くことに今日、機関が戻ってきた。船長と船員は船にいる。ここからあいつらが見える。俺たちは会うために航海中だ。あいつら世界の端下を越えて航海したのに戻ってきやがった。俺たち、編集済み、の国民にとってなんて素晴らしい日だろう。3、5、船長は、一応船にいた。他の船員も同じだ。今、あいつらはいない。炎があいつらを連れ去った。今日起こったことはほとんど覚えていない。覚えていることは船で男が話していて、俺はその遠い言葉を理解したくなかったことだ。奴らがもう一回話し始める前に奴らを殺してやりたかった。神は、俺が奴らにそうしてしまうの止めてくださった。今、機関は沖合に停泊し、一枚の無傷の帆が風ではためいている。許してくれ、船長。俺はもうあなたが地球の端下の向こうで何を見たのか理解したくない。19、あの日以来、俺は海に戻る気はなくなった。俺たちはロングボートで船を脱出したが、あいつらは気が狂ったのか軽率に端下を越えていった。地獄か何かが越えてあったのか、生き残ったのはただ一人だ。島民の助けで、俺たちは北にアジアへと向かい、島を越えて西へと戻った。俺たちは200人以上もの船員が死んだのか説明するために絵空事を考えなければならない。夜明けにはカナリア諸島に出航する。うまく東から行けば、俺たちは大西洋を越えてきたと信じさせることができるだろう。世界の橋はないと皆に話すことが世界の平穏のためには必要だと思う。一部のバカどもは探しに行くだろうが、再び、編集済み、に終わるだろう。海を自由に航海することを考えればこの場所は秘密にしておくべきだろう。誰かに尋ねられたら、俺たちが世界を回ってきたと答えるだろう。最初の男、とんでもない名誉だ。嘘は恥ずべきことだ、嘘は罪だと知っている。だが聖書の人間は誰も俺が暗闇の船で目撃したものを見ていない。神よ、お許しください。世界に必要なのはおとぎ話であり、一人の男の真実ではないのです。以下文書は最高機密に指定されています。アクセスはクリアランスレベル4、1372以上の研究員に制限されます。インタビュー記録1372、1。L、州長は、に居住する原住民内で選出された長老です。この島はゾーン、1372、アルファ内にある唯一の島です。全島民が SCP-1372 の効果について気づいています。島民のほとんどはごく限られた英語を話すことのできるマレー、ポリネシア語族であり、少数の島民は他の島民にも理解できないほどの方言で話し、教養語を教わることに対してひどく抵抗します。L、
州長は英語での会話を試みると、財団職員に対して暴力的になりました。しかし、数週間の作業の後、R、博士、財団の言語及び人類学者、ワエル、州長とのインタビューをできるほどに言語を解読しました。R、博士、我々と会話の機会を与えてくださりありがとうございます、長老。L、州長、君たちはこの土地を封じ込めたいと思っているんだな。橋を、L は SCP-1372 の方へ指し示す。もしそうなのであれば、わしは君たちに知識を授ける必要があるだろう。この、君たちはあれを何と呼んでいたかね？ R、異次用区域、と、あなたは私たちに対して抵抗しないのですか？ L、わしらは一隻の船にも苦労するような一般人で、君らは国家一つの代表だ。本当ならあれをそのままにしておいてほしいところだが、抵抗して何になる？君らが好き勝手やるなら、わしの知識を得られない、それだけだ。R、わかりました。お願いします。あの異次用についてご存知のことを教えてください。メモ。両者が使用している用語は、未知の、魔法の、海、海原、地、といった言葉に近い。読みやすさのためにここでは単に、異次用、として翻訳する。L、一息ついて、島の人々は、君たちに渡したあの日誌の一行の話をまだ覚えている。彼らの船長に起きたことを気の毒に思うよ。あの日誌からも確かめただろうが、わしらの地図には西から先に何も示していない。それはなぜかすでに知っておるな。L は再び SCP-1372 の海へと向く。わしらは皆これを見ることができるのだよ、先生。だがそれでも、団結して船を出す若者どもは時々いる。奴らは地図の端の向こうに何があるのか見たいのだ。君らも同じなのではないかな、先生。R、確かに好奇心もないではありません。しかし、我々は異次用存在を、L、笑う、君らは正しいよ。しかし、君らは東から着陸しなかったね。橋の越えた先のことは、わしも君と同じで何も知らんのだ。というより、君たちが聞きたがっているようなことは知らん、というべきか。わしが教えられるのは、何が戻ってくるのか、それで全てだ。R、あなたは異次用な船と接触したのですか？ L、それが橋から戻ってきた船のことなら、その通りだ、数回ほど見たよ。わしらはすぐに理解したよ、先生。わしらの船とわしらの仲間に見えるそれはもはやわしらのものではないとな。奇奴らが何なのかわしが理解できるものではないが、橋の先にあるものはこの地球にあるものではない。接触した人々がどうなるか、別の日に君自身の目で見ただろう。それも直接、そうだろう、メモ。L は事案1372-1について言及しており、3日前に発生しています。彼らも奇奴らと同じようにされてしまうのだ。感染線の一員にな、はっきりしない口調で。R、感染症ですか？詳しく説明していただけますか？長老、我々は船内の人間を検査して、そして、間を置いて、死体を切り開いたのですが、体内から病原体のようなものは見つかりませんでした。L、遮って、おそらく、あれはわしや君が理解しているような病気ではない、先生、だがそれでも病気なのだよ。R、わかりました、長老。その言葉の意味をすべて教えてくれますか？それは我々の知っているどの病気でもありません。つまり、あなたたち部族が知っていて我々が知らないことに違いありません。L、ため息、それは医者が扱うような病気ではない。皮膚を痛みのある発疹が覆ったり、痛みで眠りを妨害するような病気なんかじゃない。わしらはそれをイレクアーと呼んでおる。それは、君が知っているような、咳で伝染するものではないし、感染者の血に接触してうつるものでもない。感染者の言葉によって、世界の橋を越えてもたらされた知識によって、運ばれてくるのだ。だから、医者の手に負えるものではない。
まるでクルジン2のように。クルジンとは広き島々の水兵がもたらした病で、若者たちに、そこには一人であり三人である、雲の中に住まう魂以外は存在しない、などと言わせる奇病。わかるかな？ R、おそらくは、長老。しかし、我々の言語には、病気、とは違うクルジンやイレクアーに当てはまる言葉があります。L、君はわしが橋の向こうについて知っているか尋ねたね。わしらはそれを死者が住む場所、編集済み、の地だと呼んでいる。もっとも、これは広き島々の人間を納得させる答えではないだろうがね。だがそれでも、編集済み、の地について、君たちが知っている以上のことはわからないのだよ。間を置いて、君はあの時、わしが怒っていることに気づいたようだね。君の、助手が、広き島々の言葉で話していることに対して、わしはあの言葉が許せないのだ。R、なぜでしょうか？部族に加わる船員たちと話しやすくなるはずですが。L、もしもわしが、スイフたちや多くの島民たちと同じく、広き島々の言葉を知ってしまったなら、橋を越えて戻ってきた者どもの言葉も理解できてしまう。理解できてしまったなら、君が3日前に戻ってきた船に送ったあの人間のように、わしもなってしまうのだよ。わかるか？ R、一見、信じがたいですが、長老。L、君に話した通りだよ、先生。世界の果ての向こうから帰ってきた人間の言葉は、編集済み、からのメッセージなのだ。キヤツらは海を渡ってきた者たちを永遠に褒めたたえ、君が知りたがっていることについて話す。そしてキヤツらの言葉を理解できた者は同様に病気にかかる。だからこそわしらは死者の住む地について知らないのだ。君たちが来たる前の月に、広き島々の言葉を話す者どもの船が橋からやってきて、わしらの仲間と、キヤツらと共に暮らしていたスイフたちは、その言葉を理解してしまった。彼らは皆、その船の一員に加わった。感染線を破壊するのは困難を極めたよ。R、簡単に理解するだけでも、感染してしまうのですか？それが、あなたたちが英語や教養語を習わない理由。L、やっと理解できたかな？だからわしらはあれに対して火を行使する。君たちが見つけた航海日誌にもそう書かれているだろう。橋を保護することに関してわしが君たちを信じるべきというのなら、君はこのことを理解しなければならん。あれは伝染病だ。海に放してはならない。わしらの仲間とキヤツらの時は簡素なロングボートだから簡単だった。すべての船が出てきた時でさえも、一つずつ、どうにか船を対処することはできた。しかし、今や君たちは空を飛ぶ機械や、海の恐ろしいサメでさえ小さく見える船を持っている。そしてそれらがわしらの世界に解き放たれた時、君たち財団が、感染線を封じ込めたり、保護したりできるなど、到底納得できんよ。R、しかしそれが我々のなすことなのです、長老。L、望むこと、なのではないかね、先生。わしはこの島を君たちの保護に任せることにした。そして、君たちに橋の警備を託そう。しくじれば、感染線が来る。わしらを裏切るんじゃないぞ。このインタビューの後、全島民をマーシャル諸島の部人の干渉へと移住させ、島で SCP-1372 と彼らの生活に関する全ての記憶を除去した。文書、1372、1を除いて、すべての島と SCP-1372 に関する文書はオフアイブ司令部により機密文書となった。4、1372以上のアクセス権のある研究員は文書を読む際には最低1人以上のオフアイブからの許可を得る必要がある。